ちょっとね、配信でちょっと面白いことをやりたいので、そのための線とね、あとモニターとかね、ちょっとね、買ってきました。なんとまあ明日から五世のライブ座で1ヶ月間公演でございます。今日がね31日、荷物も終わって、昨日ね久しぶりの荷物でちょっと時間かかって、でまあ今が11時ぐらいなんですけど、買い出しに行きたいと思います。久しぶりに舞台ができるのでなんかねワクワクしますが、とりあえず買い物だけ行ってきましょう。まず一発目はね、ここです。ヤマダ電機、ちょっと買い物行ってきます。買いました。ちょっとね、配信でちょっと面白いことをやりたいので、あとモニターとかね、ちょっとね、買ってきました。 Vlog!はい、2軒目に来ました。またちょっと買い物してきます。買い物しましたよ。どん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 、買い物しましょう。 Vlog! はい、ということで、今買い物から帰ってきました。結構いっぱい買ったんで、今から部屋に帰ってセッティングしたいと思います。さあそんな感じで、今日はね、買い物に行った動画を見ていただきました。そして、これ今ね新しいカメラ、これもね最近購入したんですよ。本当はこの GoPro、 普段 GoPro 使ってるんで GoPro Max を、とか8とか新しいやつを購入しようかなと思ったんですけど、前からね、GoPro はね、自分で撮ってたらね、撮れてるか撮れてないかがね、これわからないんですよ。だもんで、考えてたら、GoPro 8の方はね、その別付けでモニターがつくんですよ。で、そのモニター、あ、じゃあ、モニターと一緒に購入しようかなと思ったら、発売が遅れてるという感じで、電気屋さんがそう言っていたんで、あ、じゃあもういいわと思って、今回ソニーから、新発売ですね。これ何だったかな ?VZ1 かな、こちらを、購入しました。これなんかすごくね特徴があって、例えばこれね GoPro、 じゃじゃーん、
どうやってやるの？でね、これちょっと特徴があって、例えば、これ、こちらです。こちらです。どちらですか？はい。こちらです。こちらです。あ、これ、昨日切ったんかな？昨日切ったとか、今日切ったとかじゃなくて。いきますよ。見ててくださいよ。実は、こちらです。ほら。くっきり、くっきりなったでしょ？これ今こうやって見えてて、実は、こちらです。これに、焦点が、合うらしいんですよ。こちらです。合ってるよね、これ焦点ね。わかんない。まあ、こんな感じに、こんな感じで、した。はい。一月間、一生懸命、頑張ります。楽しんでいただけるように、みんなで力を合わせて頑張りますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ、今日はね、まあ毎回そうなんですけど、ぐたぐた、ぐたぐた、ぐたぐた、ブログですが、なんとかまた、やりますんで、見てください。じゃあ、また会いましょう。ありがとうございました。ずんどこずんどこ。